丸田雄三3月30日から2015年2月17日は、将棋騎士、9段、平野信介七段門下、騎士番号43、長野県長野市出身、日本将棋連盟会長を務めた、商業学校を中退して、運動具店の店員になった。その後、東京、渋谷の将棋道場で、平野信介七段に、記載を見出され、 平野門下で騎手を目指すこととなった。1936年に奨励会に入会する際には、平野から、マルタの気力なら2級か3級でも入会できるが、6級なら無試験で済む、と言われ、6級で入会した。奨励会入会から2年後の1938年に、初段、翌1939年に2段と順調に、商談したが、 1940年に陸軍に入営。選別として三段を送られ、奨励会員のまま軍隊生活に入った。1945年の太平洋戦争の終戦まで軍務に就いたマルタであるが、頭脳明晰で、係数に明るいことを評価され、所属する大体の経理業務を任され、軍装に進級して終戦を迎えた。1946年に復員した。東京。 浅草にあった家は空襲で消失していた。両親は、戦災し、マルタと同じく出生していた兄は、終戦の前に戦病死しており、戦争を生き残った肉親は、すでに嫁いでいた姉一人であった。姉の嫁ぎ先に頼れる状況ではなく、マルタは直ちに生計の道を探さねばならなかった。マルタは、懇意であった、渡辺統一、八段を訪ね、騎士になるのは諦めて。 他の仕事に就く、と告げた。マルタを戦前から高く評価していた渡辺は、すでに、マルタを四段に推薦しているから将棋界に、残ってくれ、と強く移住し、マルタを本意させた。四段となったマルタは、第一期順位戦に B 級の再開で参加し、12勝2敗の好成績を上げた。1947年5月10日に、 将棋体制会の規定変更により B 級の16人を全員7段とすることが決まり4段から7段に飛びつき昇段した。これはマルタの3段飛びとして知られる。1947年度に行われた第2期順位戦で A 級への昇級を決めて1948年に8段に昇段し2年間で4段から8段に上った。 1961年の名人戦など、タイトル戦、登場4回、棋戦優勝10回、A 級は通算24年。勝ち抜き戦の NHK 杯テレビ将棋トーナメントでは1959年、1965年、1968年の合計3回優勝している。1996年3月31日に引退。 77歳まで現役を務めたのは戦後の最高齢記録であった。2015年2月17日の夜、多臓器不全による肺炎により死去。95歳没。マルタの死去をもって対象生まれの騎士はすべて個人となった。ありがとうございます。